お釜が釣れた。お前泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわ。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。これがあっちの食べたマネマネの実の能力よ。生かす。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつ、付き合った時間とは関係なし。また会おうぜ。うわあ、さあ行くのよお前たち。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2？あいつがミスター2ボンクレー。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたらこの包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は世界政府公認の海賊大岡七部海の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止めクロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。反乱が始まっちゃった。まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。なんか匂うぞ。いくぞ。この回に砂が効くんだ。ここで仕留めます。麦わらの一味と王女ビビ、必ずこの手で仕留めてみせるがね。
このゴムの三刀流三脚近藤キャノン。こんなところに戦う気はねえぞ。海賊団の2番隊隊長がこの国に何を。オートガス D エース。弟をね、探してんだ。このくらいで音を上げたりはしませんから。こんな時に本部からの無念か。撤収だ。体勢を立て直すぞ。このゴムの雷警報発令よ。サンダーボルトキャノン。麦わらの一味を消しておけ。お話にしておきゃ作戦の邪魔になる。もうオフィサーエージェント命じてある。クロコダイル、ミスオールサンデー、応急に急がないと。私たちもビビと一緒に行くわ。7900万。わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女クロコダイルの仲間なし。反乱が止まるように何とかしないと。止まりなさい。
は政府の人間が大嫌いなの。時間だな。フルトンはどこにある？神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。教えろ。兵器？知らないわ。そんなもの、この国には。確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで、今この国の連中が戦っている広場だが、米国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。景色が一変するだろうな。そんな。さて、さっきとは質問を変えよう。オーネグリフはどこにある？オーネグリフ？それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから、早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか？いやよ、私はこの国の王女よ。まだ間に合う。砲撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。このゴムの三刀流、三百本堂、ガモン。クルギさん、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は。
のはまだ早いわよ。どこかに砲撃手がいるはず。探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力ずくでな。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな。出かければ飛距離が落ちる。となるとやっぱ広場の近く。外には見当たらない。だったらどこか建物の中から。時間は残りわずか。急いで砲撃手を探すのよ。大きな大砲が置けて広場に近い場所。わかった、みんな、砲撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。がポーネグリフか、ニコロビン。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力。プルトンの在りかをさっさと教えろ。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。
お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。オーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし、最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出る。私の考えは。てめえ、まだ俺の邪魔はしてえのか。すべてを許そう、ニコロビ。なぜなら俺は、アナから誰一人信用しちゃいねえからさ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。お前は何も分かっちゃいねえ。俺を誰だと思ってる。干からびろ。ビビは人には死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てちまえば。死なせたくねえか、仲間だろうが。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が。おのおの雷警報発令よ。三刀流、行儀は悪いな、アンチか。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を殺せんか。ゴムゴムのデザート、ストームラスパーダ。なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。あちしが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前、海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとそんずらぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるはボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、あちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも、まことの空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たち、おめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る
絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてみんなービビー、ほら来た、ビビー、船を戻そう、急げビビちゃん。海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて、私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか、私は印なら罰がいいな。あビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ、問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲間。バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。